ラジオカー今日は仙台市内を走っておりますが、はい、今青葉区通り町に来ております、うん、はいはい通り町、青葉区の通り町にあります伊藤製粉さんにお邪魔しております、はい、と言いますのもここは、手打ちそばの会の皆さんの拠点にもなっているところで拠点青い漢字の青いという字にそば、うん、の場の方ですね、はい、で会と書いて正教会聖教会聖教会の皆さんの、まあ、拠点となっているところあるいは手打ちそば教室が開かれているその場所でもあるんですね、はい、で今日はここにお邪魔しておりますなんでかって言いますともうお気づきかと思いますがそろそろ新そばの季節なんでございますようん、ね、ここは逃すまいということでお邪魔しました、今日はですね聖教会の皆さん実は近々お祭りもあるということで、その準備に追われているところなんですが、会長の小野里さんですこんにちはこんにちは小野里ですよろしくお願いします、 お願いしますすごい絶妙のタイミングでずうずしくお邪魔してすみませんいやいやもう新そばがね美味しい時期ですからねどうぞお召し上がりください、ね、もう来る早々そばをご用意いただきましてありがとうございますこれはどちらのお蕎麦ですかこれ北海道産ですね今の時節はこの9月ですとまだ北海道産しかないんですねおーすいただきますうんうんしっかりしてる腰がおいしゅうございます腰がある腰があるもうね会の皆さんに見守られながらもっと食べるもっと食べるコシがあって喉越しが良くてねやっぱりあの香りですかね違うのはやっぱり新そばは一番違うのって打ちたて、うん、引きたて打ちたて茹でたて、うん、見立てそばです見立てそばもうさ自分たちでこんなできるようになったらもうお店とか行かないんじゃないんですの行かないですねあ行かないですねもう自分で売っちゃいますあ最高だこうやって皆さん時々集まってそうですねお蕎麦を売って、はい、もう好きな時に来てここで蕎麦を売ってですねあの持ち帰ってあるいはもうここ裏にねお部屋ありましてそこを使わせていただいてますので時々あの蕎麦前をいただきながらいいなやっぱり蕎麦打ちする人って蕎麦食べるのも好きなんでしょうねです ね, ねいや蕎麦が好きだからここいらっしゃるんですよあそうか、うんうん、もう新蕎麦が出る季節なんてもうパタパタって落ち着いてられませんねはいそうなんですね今日いただきましたのは北海道産あとはこちらではどういったところのを使われるんですかそうですねこれからあの10月入りまして私どもそば祭りでは秋雨産のねそば、を使わせていただこうと思っているんですがこれも美味しいんですよねその他にですね茨城産の日立秋そば日立秋そばはいこれも美味しいですねそういったものをですね使わせていただいております。これ美味しい粉ばっかりです。産地が違って粉が違うとお味も違うんですよね。味も違う全然違います。うわ食べ比べしてみたい、はい、そのあのとりあえず秋雨そばです。今お話が出ました青葉そば祭りですけれども大丈夫ですか。よく待ってし食べでしょ第5回になります青葉そば祭りは10月16日の日曜日午前10時から、うん、大野原森林公園で行われますが、森林公園、うん、これ雨に降られたことがない今までねないんですねないんですか、はい、で今年も降りません降りません生きちゃいます大丈夫です生きちゃいます、はい、これはもちろんおそばいただけるんでしょもちろんです今年はですね今申し上げました秋雨さんのそばを使わせていただく予定にしております、うん、もちろん食べることできるしそば打ちの実演見られる、はい、あ体験もあるんだ体験もできます体験もできますあの最近ねお好きな方ご自分でそば打ちなさる方結構いらっしゃるところがね自分でやってもなかなかそばがこうつながらないと助けてとこう言って来られる方が結構多いんですよね
で、そこは会の皆さんがちゃんとサポートに入って、はいはいはい、ここで体験していただいたらもう万全。いいですね。ぜひ10月16日大野原森林公園に新そばを、しかも自分で打って食べてみるっていうのはいいんじゃないでしょうか。もともとこの会はそのおそば屋さん商業組合として、この伊藤政府の伊藤社長がその研究会という形で発足した会ですので、本当になんて言うんでしょう、プロの技、本物の技を皆さんここで身につけていらっしゃいますので、ぜひ、その味の方も腕の方も確かでございます。で、今年は震災がありましたけど、ずいぶんいろんなところでお蕎麦や、まあ、水がないときはうどんなんかを振る舞ったそうですね。そうですね、テレビを見ましてね、もうじっとしてらんかなりまして、何かをしないといけないということで炊き出しに行きました。南三陸から山本まで7カ所を回りましたけれども、約3000食、寒い時期でした。私水の出ない時はうどんでやりました。で、暖かくなって一部そばにさせていただいたところもありますけれども、はいはいはい、喜んだでしょう。そうなんです、ね、冷たいお弁当皆さん食べてらっしゃるんですよね。で、本当にお気の毒になりました。暖かいおそばうどんをね食べていただきました。喜んでいただきましたね。で、南三陸ではね、宇多津中学校の昼食ですか、お昼の昼食としてね、出してほしいというご要請いただきまして、160食、もう一時に160食をですね、一時にバッと用意しました。13分で出しました。本当にうまいとこ食べてもらおうと思って。そうです。さすがでございます。本当に今年はいろんな意味で活躍した会の皆さんなんですけれど、ぜひこの新そばを ね、このそば祭りですね、はい、青葉そば祭りで皆さんにお目にかかって、食べていただければと思います。この新そばという味を味わえるというのは、だいたいそろそろ始まっていつ頃までですか。まあ年内はだいたい新そばと言っていいと思いますけれどもね。そうですか、はいはい。じゃあだんだんとね、地区によりまして、そばというのはやっぱり気候温暖が寒暖がないと美味しいそばできないんですね。だから北海道の寒い方からだんだんにこうできてくる。なるほど。茨城なんかは11月にならないと出てこないんですよ。なるほど。じゃあそれを追っかけて食べればいい。そうなんです。で、そういう傾向がありますし、はい、いいね。こういうそばのうんちくを語りながら食べるっていうのもこれ楽しいと思うんですが、木曜コース、土曜コースで今16期生も募集しております。17期生か、今16期生が終わったところで17期生も募集してまして、ここもちろんお仕事、定年退職された後の方もいらっしゃいますし、お店を出す準備として、いらっしゃる方もいて、実際卒業生の方たちが次々お店もオープンされているようなので、ぜひ本格的なね、そばの味、そしてそば打ちの技術を学びにもいらしてください。これ全部いただきますね。どうぞどうぞ。せっかく打ってもらったのね。はい、はい、どうぞ。今日は正協会の小野里会長に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお食べください。